京都大学霊長類研究所は霊長類に関する総合的研究を行う目的で1967年6月1日京都大学に設置された淵研究所である霊長類学の総合的研究を専門とする拠点としては国内唯一である京都大学に淵された研究所であるが愛知県犬山市管理にあるキャンパス用地は設立時に 名古屋鉄道より寄付を受けた。京都大学霊長類研究所の創始は、京都大学理学部と人文科学研究所に所属する今西金次が、1950年には霊長類の研究グループを発足させ、霊長類学の礎を築いたことに橋を発する。1950年代に日本ザルチンパンジーなどの生態研究を行い、相互行為や社会構造をもとに、 系統比較を重視する研究が日本の研究者によって進められた。1967年、日本学術会議が内閣総理大臣に勧告して霊長類学研究所の必要性が認められることとなった。以来、日本で唯一の霊長類学の総合研究拠点として、全国各地の大学、研究所などの霊長類を対象とする研究者の受け皿となり、 50年にわたって、学際的、先導的な研究が活発に行われている。人を含めた霊長類の学際的基礎研究をしているところに、本研究所の大きな特色がある。2010年には共同利用、共同研究拠点、霊長類学総合研究拠点に認定されている。2006年10月1日現在、814頭の猿を飼育している。 霊長類研究所には5つの研究部門と2つの付属研究施設がある。京都大学大学院理学研究科生物科学専攻霊長類学系の教育に協力講座として参画している。京都大学を中心とした日本の霊長類学の伝統もあり、日本の学術的研究所の中で国際的にも広く知られた研究所の一つである。ラが隠れていた。 随戦時1989年10月3日、研究所内で飼育されていた、アイ、アキラら複数のチンパンジーが施錠中の檻から脱走して逃げ惑う3名の小学生を追撃し、一人に障害を負わせた事件が発生している。アイは調理室に逃げ込み獣医により、麻酔銃で撃たれ捕獲された。アキラは研究所外に逃走し、発見されたのは、 翌日近くの随選自別院であった。愛知県警察により飼育担当技官が取り調べを受けたが、チンパンジーが学習により、人間が行う複雑な解錠方法を学び、実行したと判断され、施設側に対する刑事責任は見送られた。結果として被害は重症ではなく、事件当時チンパンジーの危険性は姿勢においてあまり知られておらず、 地域住民の施設への組織的な責任追求や施設存続への反対運動の動きは起こらなかった。しかし事件後研究所は事件を重大視し、飼育管理の厳格化を迫られた。2006年から2012年まで所長を務めた松沢哲郎が同研究所などの設備工事に絡み、国からの研究資金を不正に使用していたとして、兄弟が内部調査していることが、 2019年12月6日に一部新聞で報じられた。2020年4月22日、京都大学の調査委員会は、教員4人が入札前に業者に予算額を伝えたり、入札にすべき発注を随意契約にするなどにより、研究費約5億円が不正支出されていたとする報告書を取りまとめた。この不祥事を受けて、 大学は研究所を2022年3月で解散、人行動進化研究センター他に改める組織改編を2021年10月に発表した。ありがとうございます。